なんでこれがこうなったんだと。もう制作者天才だろうと。あ、本当に、多分ね、見て、何これって。間違いなく突っ込むよ、これ。こんなのパイモンじゃねえって。顔だけパイモンで、体が違うと。原子とバイオ知ってる人は、間違いなくなんだこれっていう。確かね、この、パイモンはなんかマッスルポーズっぽいのあるんだけど、多分それを参考にしたんじゃないかなと。さあ、ここまでは、だいぶ順調だな。That worked. やっぱクリアの方がルートが簡単だな。レオンはえらい目にあったからな。これでいいや。だまだ回復剤1個、あ、一応2個あるか。まあ、2個あるな、余裕でしょ。これ忘れないようにしない。さあ、ここ出口にもいるんだよ、いっぱい。あー、こっちの方向か。あー、でもハーブ、まあいいや。ちょっと待った。ハーブ溶かして。取れるかな？取れんな。いや、諦めろ、あれは。あれ無理に取ろうとすると。火炎弾、こっちでいいや。この奥にもいるんだよな。右側にいるし、この扉、あれ、いねえ。あ、いないね。やっぱ楽だな。こっちの方が。これでしばらく、パイも見ることないしな。